はい、こんにちは。本日、午前中にね、まあ俺はヤフーニュースで知ったんだけど、田中聖君が、覚醒剤の所持で、パクられたということで、千葉の柏の駅前かなんかで職質受けて、まあそれに応じないで、持ち物検査を拒んでいたところを、まあ、警察官の方に、まあ、ズボンの内側から覚醒剤のパケが出てきたまあそれをさっき知って、田中聖君にはね一度、メッセージ動画を僕の方で、YouTube で公開してて、それを見てすぐに、彼から Twitter の方にね、メッセージが来て、まあ、救われたと。ウルタさんの動画、ウルタさんのメッセージで、まあ、救われたんだと。ということで、まあ、そこからちょっと連絡を取り合ってたんですね。シャブだとか薬関係っていうのは、周りに理解者がいないと、本当に、孤立しちゃうんで、まあ、俺でよければ、いつでも話聞くから言ってほしいっていうことで、才能もあるんだし、非常にこんなことで腐ってたらもったいないということを、まあ、伝えて、で、まあ、今度ご飯食べる約束してて、まあ、その十何日に公判があるんで、20日に、まあ、判決で、で、まあ、おそらく、前回の一刑は、まあ、執行猶予をもらえるだろうということで、まあ、確か聖君は起きてしまったこと、起こしてしまったことはもう仕方ないので、これから自分のちゃんと人生をちゃんと取り返していきたいというようなことをね言ってたんで、もう俺も応援するよと。まあ俺がブレイキングダウンの試合とかが17日にあるんで、まあちょっと飯行けるとしてもその後かなと思ってて、でまあちょっと調整してて、でまあ結局そのまんま、彼とね合流してご飯食べに行ってても、まあそこで俺がんと思うような、シャブによる発言だったり所作だったりそういうのを感じたとしても、多分、執行猶予もらったばっかりだし、おそらくその前に体に入れてたものの、症状だったり後遺症だったり禁断症状が出てるだけで、まあ、明らかにちょっとんと思うような発言や行動を多分目の当たりにしても、さすがに今はもうやってないだろうと思ったと思うんだよね。ところが彼は、執行猶予で出たすぐ後に覚醒剤をやっていたというね、前も話したんですけど、俺が風呂やってる時の、まあ、周辺者だったり、まあ、後輩、先輩、まあ、そういうのいっぱいいて乱用者が、まあ、当然執行猶予もらって帰ってきて、まあ、数日以内にまたシャブでパクられてなんていうのもはっきりザラにあって、で、まあ、共通するのは、彼らに共通するのは、嘘をつくんですよ。その、隠して。要するに、自分のやってることが後ろめたいから、後ろめたいことを、気にして、近しい人間たちに、まあ、それもね、優しさから来ることもあって結構、心配してる人たちを裏切れない。実際に裏切っちゃってる自分を、言いたくない。心配してくれる人を悲しませたくないとかね、そういう理由で、まあ、みんなやってない、もう二度とやってないとか、もう覚醒剤に近づいてないとか、嘘をつく。で、まあ、大体パクられると、まあ、周りのやつらも、まあ、やっぱりやってたわって、まあ、だからやっぱりなんだよね。だから、まあ、俺は逆にさすがに今日ニュース見た直後は、えってちょっとショックだったけど、なんでってね、まあ交流されてるから携帯なんか見ることもないだろうけど、まあ、なんでって、大丈夫かってまた LINE したんだけど、まあだけど今午後で、まあこれを回してる今の心境的には、まあこれでよかったんじゃないかなと。彼みたいに一回、その乱用期に入っちゃって、まあ、ループみたいなものに突入しちゃうと、一定の期間、
3ヶ月だったり半年だったり1年だったりっていう、その役立ちっつって、その薬を完全に体から抜く、薬を完全に体から断つっていう期間が、パクられもしない限り、パクられたり、入院でもしない限り、機会がないですよね、その薬を断つことができる。そのそうすると結局その機会がないまんまシャバにいると、脳が結局その覚醒剤を欲してしまうから、その脳によって突き動かされる衝動っていうのはもう心だとか体で制御できるものじゃないから、禁断症状によって、まあ、突き動かされるように求めてしまうという、まあ、求めちゃうんだろうから、結局パクられるまで彼は繰り返したと思うんでね、またパクられて、また売人に連絡取って、それはもう自分の愛する人間が目の前で死んじゃったりとか、大事なものを失ったりとか、まあ、そういうことが起きたとしても、薬の方が大事、薬がなければまず話にならない、まあ、そういうループにもう突入しちゃってたと思うんで、そうなっちゃうとね、薬を完全に断つという役立ちする機会に恵まれないまんま、ずるずるいっちゃって、まあ田島雅史さんとか、まあ僕のね知人で言えば清水健太郎さんとか、まあでも健太郎さんとかはね自分のプライドで、まああの人はプライドがあるんで、もう本当に薬を完全に断つことが成功した人なんだけど、まあ田島雅史さんは死んだけど、だから健太郎さんもまあ何回か懲役行ってて、刑務所入るとその期間は本当にすごい体がリセットされて、まあ、デトックスというかね、何もない、砂糖もないような、薬物どころか砂糖もないような、まあ、健全なね状況に身を置かれるんで、体はね本当にすごい健康になって、パクられてる間に悪いものが全部出ていっちゃうんですよ。でそれってすごいチャンスで、一回その機会を与えられると、今度は綺麗な体でシャバに帰ってきた時に、そこでちゃんと自分の人生見つめ直して立て直すことができれば、まあうまくいくんだけど、まあ大概のやつはそこで自分の人生を立て直すことよりも、シャバに出たらまあ仲間が、ね、昔の仲間が何か悪いことやってて金持って羽振りよくなっていいなとか、そっち側のやつとが来いよって言ってくれたから、そっち側のやつとまたつるめようになったら、なんか気がついたら、ね、お金も稼げて、何か悪いことして楽しい毎日が待ってるぞ、でそういうね、楽な方に行くせいで、まあ、またどっぷり使っちゃったり、あるいは、まあ、一緒にね薬やってたような捕まったような恋人とかとまた連絡取り合うようになっちゃって、また、ホテルかなんかしけ込んで快楽に溺れちゃうとか、そういうやつらが結構多いんだけど、でもそこでねその一度リセットされた綺麗な体でシャバに飛び出した瞬間に、過去のそういうものを全部断ち切って、例えばまあ田中幸喜君の場合はネットで買ってるって言ってたけど、まあそれもどうか分かんないからね、実際はもしかしたら、言ってないだけでなんか売人がいるのかもしれないし、とにかくそういうものを本当に遮断して、自分の人生を本当に根性を据えて自分の人生を取り返すんだって強い意志で帰ってこれれば、うまくいく、うまく構成、うまく薬を断つ、うまく薬を断って、自分の人生をいいものにするっていうチャンスはいくらでもあるんだよね。だから俺は田中幸喜君にはここで本当に腐らずに、中でね才能が本当にあるから、自分の詩とか音楽活動をしている、例えば歌詞だったり、そういうのいっぱいノートに書きしたためたり、読書して勉強したり、
そういう自分を、高めるね、時間、充電する時間に使って、まあ、これが役立ちできる薬を断つ、チャンスなんだと。自分をきれいな体に、もう一回リセットする、これはもう本当にチャンスなんだと。いくらチャンスと言っても、こんなとこに、2回も3回も来るわけにいかないっていう。まあ、彼みたいな有名人は、中に行ったら、まあ、当然最初は独居だろうけど、まあ、それでもやっぱ工場とか降りるんで、そうするとね、はっきり言ってね、自分が想像しているよりも結構ハードな世界なんで、まあ、ヤクザ同士の喧嘩だったり、あんなね、番号で呼ばれて、屈辱的な思いだったり、とにかく刑務所入っちゃえば、懲りるんで、まあ、2回も3回も、行くようなとこじゃないっていうのは、彼ならわかるはずなんで、前回1年6ヶ月に3年の執行猶予だとしたら、1年6ヶ月の刑が、今回の刑に、加わるから、まあ多分合わせて3年ぐらい。まあ3年後、まあ、3年なんかもすぐだからね。3年後でも、まあ、シャバに出てきたら、また連絡くれれば、本当に飯でも行って、まあ、会ったこともないけどね。ただ、これも縁だと思ってるんで、手紙もね、書ければ書くんで、まあ、ウルダ夫婦っていうのは、何も変わらずに新宿にいるんで、まあ、話し相手ぐらいにはなれるんでね。ああ、またやったのか。やっぱあいつはもうどうしようもねえなっていう目で見ることは俺たちはないんで、絶対に。俺がそうだったから。だから、ね、これをいい機会と思って、2、3年、ちょっと長いけどね、ゆっくり、きれいな体になって、帰ってきてほしいと思います。まあ、周りなのか、売人がいてどうなのかとか、全くその幸喜君の環境っていうのは、これは分かんないから、なんとも言えないんだけど、もしかしたら周りはもう心配で、なんとか手を焼いてんだけど、幸喜君の意思で、幸喜君一人でみんな裏切って、そういうふうになってる可能性も大いにあるし、なんか悪友みたいなやつらがいる可能性だってあるし、全く分かんないけど、まあでも、もう子供じゃないし、誰のせいにもできないんでね。ゴイくん、俺たち男なんだから、かっこ悪いことばっかやってないで、ぐっと我慢を覚えて、まあ、いつかね、愛する人と出会って、その愛する人をね、守って生きていく。男だったら、そういう道をね、歩いても絶対いいんで。まあ、そんな感じです。3年後なのかな？ 2 年半、3年後なのか。3年半かわかんないけど、また連絡取り合って飯行きましょう。それまで俺も、頑張って走り続けるんで、こういうくんも中で頑張ってください。手紙書きます。お疲れです。